ザサラリーマンンチャンネルです今日もよろしくお願いします、えー、鬼滅のたまごっちイグロオバナイ育成超簡単ヘビ柱イグロさんへの育成方法について紹介していきますこの動画の内容になりますが、えー、あくまで参考ということで、えー、ご確認お願いしますキ、えー、滅のたまごっちイグロオバナイの紹介動画になります、えー、すごく簡単に育成することができたので紹介します本当に超簡単です 育成方法、食事についてですが、えー、少なめで大丈夫ということで、えー、おにぎりはほとんど与えていません。気がついた時に1個手くらいで十分です。玉露は与えなくていいです。不要です。与えすぎないように育成しましょう。続いて育成方法、訓練についてですが、えー、訓練、修行は、えー、何もしなくていいです。1回も訓練せずにイグロさんに育成することができています。ということで、えー、訓練は0回何もしないで大丈夫です。 育成方法、鬼退治についてですが、定期的に襲ってくる鬼は自分がやられないように退治しておきましょうということで、放置すると怪我しますので、自分がやられないように鬼は倒しておきましょう。はい、続いて育成方法、睡眠についてですけども、睡眠時の電気については、寝てるとき電気は消さなくて OK ということで、電気は消さないままで大丈夫です。はい、最後に育成方法まとめということでおさらいになります。 イグロさん育成方法のまとめですが、1番、食事は少量、玉露は不要です。2番、訓練、修行は一切不要です。しなくていいです。3番、鬼退治は適,適度にやっておきましょう。4番、睡眠時、電気は消さない。ということで、ほとんど放置状態で育成可能となっております。そしてこれはおまけになりますが、えー、育成方法の裏技ということで、えー、イグロさんを育成する際の裏技についてご紹介します。 え、イグロさんは死なない程度に放置していれば育成が可能となっております。え、これは時間操作でずっと寝かせておくだけでもイグロさんに育成できるということになります。え、起きている時間をなくして時間操作でずっと夜にしてあげると勝手にイグロさんに育成可能になります。ということで、寝かせておくだけで育成可能実証済みと書いてますが、実際にやってみた結果もイグロさんになっております。ということは、 すごく簡単に育成ができるということです。ご清聴ありがとうございました。この動画良かったと感じられた方は、高評価ボタンのクリック、チャンネル登録にご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。